新日本プロレスは、ロードトゥディストラクション9.9東京、後楽園ホール大会を開催した。第2試合では、天山広吉がヤングライオン、若手の村島克也を引き連れて、TMDK のザック・セイバー・ジュニア、藤田康生と対戦した。動画、ザック・セイバー・ジュニア、藤田組が強さを見せつけた。G1 クライマックス34を制したザックは10.14東京。 両国国技館大会で IWGP 世界ヘビー級王座への挑戦を控えており、怪我で離脱していたら藤田は今シリーズから復帰。久々の指定タッグ結成となった。試合は天山とザック、村島と藤田が激しくやり合う中、最後は村島が藤田をボディスラムで持ち上げようとしたところを藤田が脇固めで捕獲。村島は歯を食いしばりながら必死に逃れようとするも、 藤田は師匠譲りのクラーキーキャットにつなぐとたまらずギブアップ。TMDK 指定コンビが勝利を収めた。バックステージに戻ったきた TMDK の二人。ザックが、天山さんすごいね。まだすごい力ある。天山さん大リスペクトですね。天山さんリスペクトとベテランの底力を痛感したようで、天山がニュージャパンで成したことに大きなリスペクトを抱いている。 日本のレスラーは作りが違う。彼は長く大変で、困難に満ちたキャリアを送ってきたんだ。そして G1 クライマックスで優勝している。それを見て俺も日本に来て、ここに居続けているんだ。今日のリングでも闘魂を見せてくれた。でも、たとえ天山に最大級のリスペクトを抱いていたとしても、今の G1 優勝者は俺だ。次の IWGP 世界ヘビー級王座に挑戦する。 と、ザックの前に関節技、アナコンダ・バイス、で、G1 を制した天山の功績を称えるとともにリスペクトを口にするも自身が挑戦するタイトルマッチに向けて気を引き締めていた。しかし、今日コメントはつまらないねと自虐的に話すと、ザックは藤田に何やら確認を取る。すると、大きな発表だぞ、ザック・セーバー・ジュニアが新日本のトップを得ると言ったが、俺だけじゃない。 TMDK、一緒に、時は来た。TMDK に新メンバーだ。新しい防衛だ。いいやつだぞ。神戸大会、9月29日、神戸、新しい TMDK メンバー、入ってきますと日本語と英語を交えながら、9.29兵庫、神戸ワールド記念ホール大会に TMDK の新メンバーを投入すると予告した。 これにはファンの間からも早速 SNS などで予想合戦が繰り広げられたが、ダントツで名前が上がったのは、現在はプロレスリングノアへ武者修行中で、ノアの9.14東京、後楽園ホール大会を最後にノアマットからの卒業を表明している大岩良平だ。大岩と藤田は2021年8.24後楽園大会で、お互いのデビュー戦で対戦している同期。 また大岩がザックの師匠でもある先日引退をした小川義成さんからノアで教えを受けていたというつながりもあることから、大岩が TMDK に合流しても不思議ではない。ただ外国人中心のユニットなだけに、新外国人の可能性も捨てきれないが、10.14後楽園大会で清宮海斗とシングルを行う大岩の試合後のコメントにも注目だ。 新日本の真のトップになるためにザックはユニットの勢力も拡大させていく。